これから、会員顕微鏡の作り方について説明します。今回作成する顕微鏡は、学校でよく使用する一般的な顕微鏡ではなく、レンズが一つしかない単眼顕微鏡です。単眼顕微鏡を使用した有名な科学者は、冷面フックが挙げられます。簡単な構造ですが、100倍以上の倍率で観察物を見ることができます。 まず用意するものです厚紙、黒画用紙、セロハンテープ、小さなガラス玉です厚紙はメモリのついている工作紙が使いやすいです小さなガラス玉は穴の開いていないものを用意します手芸用品店でも販売していますがなければ透明なシリカゲルビーズでも代用できます 用意した厚紙を画面のように切りますカッターを使って気をつけて切りましょう次に黒画用紙を画面のように切り穴を開けましょう切った黒画用紙を半分に折って穴を開けると穴がずれません1 5ト、mm、ルサイズの穴を開けるハンドパンチが市販されていますので それを利用するときれいに穴を開けることができます穴を開けたら黒画用紙に小さなガラス玉を挟みますこの小さなガラス玉がレンズになります穴からガラス玉が見えるように挟んでください非常に小さく転がりやすいので注意して挟みましょうガラス玉を挟むことができたら ガラス玉が出ないよううに3箇所セロハンテープで止めましょう穴からガラス玉が見えていると思いますがガラス玉を強く押すと黒画用紙の穴が大きくなってしまいガラス玉が出てしまいますので強く押さないようにしましょう。またガラス玉にセロハンテープがくっつくと観察する時に像がぼやけてしまうのでできるだけくっつけないようにしましょう。 ガラス生を挟んだ黒画用紙を、切った厚紙にセロハンテープで貼り付けます。黒画用紙側に厚紙の切れ込み部分を折り曲げます。これで完成です。次に、プレパラートの取り付け方について説明します。プレパラートを取り付けた状態です。 プレパラートを交互に挟み込んで取り付けます。小さなガラス玉側にカバーガラスで固定した観察物が来るように取り付けてください。反対に取り付けますとピントが合いません。次に観察方法について説明します。覗いてみるときは縦にして持ちます。両手の親指を ガラス玉の横に添え人差し指をプレパララートに添えますガラス玉を覗きながらつまむようにしてピントを合わせますスマートフォンやタブレットでも観察することができますカメラを起動しフロントカメラの上に顕微鏡を載せますガラス玉が フロントカメラのレンズに直接当たると傷がつくかもしれないので当たらないように厚紙や段ボールなどのクッション材を置くのが良いと思います。プレパラートを押さえつけるとピントが合いますので画面にピントの合った画像が表示されたら写真を撮ります。 画面の写真が撮影した画像です。いろいろなものを観察して写真に残しましょう。最後に注意点です。太陽に向かって覗いてはいけません。ものが大きく見える原理は虫眼鏡と同じです。失明する恐れがありますので、絶対に 太陽に向かって覗かないでください注意点さえ守れば楽しく観察できます小さなものの世界を体験しましょう